よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずは皆さんに、ね、そうなんです、ちょっとたくさんの方お越しいただいているのでご挨拶いただいてもよろしいですか。はい、皆さんこんばんは、磯村隼人です。ね、今日は暖かくて良かったですね。楽しんでいってください。はい、よろしくお願いします。さあ磯村さん、こちらにいらっしゃるお二人なんですが、はい、特別な体験で引き寄せられた当選者のお二人ということで、今磯村さん登場するとき完全に二人とものけぞってます。なんかすごい遠ざかってますかね、二人ともさっきの位置より。そうですね、はい、バミリの位置とね、はい、ちょっと遠くなってしまっているんで、はい、少し近づいていただいて。どうぞどうぞどうぞ。お二人はですね、先ほど実際に引き寄せトリートメントを使ってヘアアレンジを、クリスマスヘアアレンジということでしていただいたんですが、磯村さん、お二人ご覧になってみていかがですか。いや、可愛いヘアアレンジになってますよ ね。しかも、ツヤが髪の毛にあって潤いがあると言いますか、はい、こう引き寄せられてしまう感じがあるんじゃないですかね。やっぱり男性はこういう可愛いアレンジして、はい、ツヤがある髪に、髪好きとしてはたまんないですよね。お二人のこのヘアアレンジされた髪をですね、ちょっと触り心地を確かめていただきたいんですね。いいんですか、髪を触ってしまって。よろしいですよね、お二人とも。よろしいですか。よろしいですか。はい、そうですね、失礼します。はい、いただいてというフォトスポットです。はい、こちらのプレスの皆様にですね、こちらを今撮っていただくシーンですが、はい、商品は今お手元に抱いていただいてますが、どういたしますかね。はい、はい、なかなかこれあんまりないショットですよね。こうないですね、こんなショットは。そう、髪の毛を触ってる磯村さんも撮っていただけるという、はい、いかがでしょうか磯村さん。髪の方見てもらってもいいですか。いいですね、そういう感じですね。はい、磯村さんに今山口さんの髪を触っていただいております。でも本当に、はい、なんていうんですかね、こうツヤがあるというかツルツルしているというか、はい、ね、素敵な髪質にもなりますね、これね。嬉しいですね、山口さんもう照れちゃってね、仕方ないって感じですけど、そうですよね、こんなのあんまりされることも、そしてあんまり人からこれを見られるっていうないですよ、こんなたくさんの方に髪を触ってるところを見られるってないですよね。はい、磯村さんが今年これはいいこと引き寄せたなというエピソードって何かありますか。そうですね、まあ今年今までこう俳優としてなんかこう爽やかだったり好青年の役をやらさせていただいたんですけれども、今こう放送中のドラマではクズだったり悪い役をやらさせていただいたので、なんかそういう初めての役柄に挑戦させてもらったのは、なんか引き寄せたなっていう風に感じますね。はい、うん、なんでしょう、そうですね、もっとたくさんの愛を引き寄せたいですね皆さんの今愛も今日引き寄せて、はい、もちろん引き寄せて、ね、はい、感じておりますけども、はい、もっとこうグローバルに愛を感じていきたいなと思っております。はい、ちょうどこう来ちゃった。